はい、こんにちは。株式会社8人動画戦略コンサルタント坂田誠です。今回2014年もね、もう残りわずかで終わろうとしてます。動画とかソーシャルメディアから踏まえて申しますと、まあ予想通りの年でした。動画は当たり前になる、まあ予想通りね、もうテレビつけてもね、 YouTube の動画ですって流れる。まあその中で動画っていうのを活用して、まあ iPhone だけで動画作れますんで、そういうのを活用してね、すごい伸びてる方が多くなって、で YouTuber っていう人たちが出てきてね、 YouTuber っていう職業がですね、認識されたのも2014年の大きな特徴ですね。もう一つソーシャルメディアなんですけども、割とね、印象的にはね、なんかすごいブーム来たけどガッと落ち込んだって思ってる人多いように感じます。まあ実際にね、Facebook は2400万人ぐらいでね、足止めになってますし、Twitter も大体2000万人ぐらいでね、うだうだいってるような感じで、 LINE が伸びるかなと思ったんですけど、LINE のね、偽アカウントの横行があってですね、ちょっとね、国内はちょっとブレーキかかってますけど、まあそれでも大体まあ約6000万人ぐらいはね、LINE 使ってると。で、まあソーシャルメディアについてはですね、これね、落ち込んだんじゃなくて、当たり前になったと思った方がいいです。まあスマホやるね、なんかのね、SNS ね、Twitter とかね、 LINE とか Facebook どれかやるっていうことで当たり前になりましたっていうことですね。で、当たり前っていう言葉がすっごい重要なんですよ。で、動画見るのも当たり前、ソーシャルメディアのも当たり前、当たり前になったんだけど、じゃあその当たり前になった中でね、一体どういうことをやっていくのかっていうね、当たり前じゃないことが当たり前になってくる中のその変化の中でね、自社は何をしていくかっていうことを考えなきゃいけないっていうのが、本当にここ最近ね、1年、2年、3年、あっという間に何もかも変わってしまうような、ね、特にネット関連、時代の中で、その当たり前に気づいてね、先に手を打つっていう、この感覚がすごい大事なんですね。で、2015年もね、それがすごい求められます。ということで、2015年、じゃあ何が来るでしょうっていうお話をね、年明けの動画でしたいと思いますので、ぜひそちらの方、見てください。2014年、まあ本当に動画系の活動が多かったですけども、本当にいろんな方にお世話になりました。ありがとうございます。また2015年もね、ぜひよろしくお願いいたします。以上、株式会社8人動画戦略コンサルタント坂田誠でございました。以上。